横断歩道橋。横断歩道橋は人道橋の一種で、車道、または鉄道をまたぐようにかけられた歩行者、自転車専用の橋である。歩道橋とも呼ばれる。横断歩道橋と地下横断歩道を合わせて立体横断施設という。横断歩道橋は交通量が特に多い道路をまたいでかけられる橋で、 車両と歩行者との交通事故防止の観点から必要に応じて設置される交通安全施設である。交通量が多く幅の広い道路では、歩行者が道路を横断する横断歩道を多数設定すると、交通信号機が複数必要になり、結果として渋滞が増加してしまう。信号によらず道路を横断できる横断歩道橋は渋滞緩和の手段として設置されることが多い。 また、周辺に幼稚園や保育園、小学校、病院などがあり、交通弱者が多く横断する道路に、交通事故の予防手段として、横断歩道橋が設置される場合もある。その他、駅前に大きな交差点や幹線道路が隣接しており、隣接する商業施設などとの間に上層階で連絡通路を設定できる場合、 横断歩道橋と連絡通路を設置したタイプのものが設置される場合もある。しかし、横断歩道橋の設置により、橋脚や階段の存在が死角となって、車道側から歩行者が見えづらくなるなど、安全を妨げている事例がある。また、警官との調和が問題となることがある。人道橋は、歩行者と多くの場合自転車が通り、川、海、 窪地などを渡る橋である。特に鉄道の上を渡る場合、古泉人道橋という、人道橋であっても、行政機関が、歩道橋と命名することがある。例えば、本土瀬戸歩道橋。また自動車が通る橋において、車道部分に隣接してかけられる、歩道用の橋を、速道橋と称する。車道から分離された歩行者用の通路を、ペデストリアンデッキ ペデストリアンデッキと呼ぶ場合がある。通常、ペデストリアンデッキといった場合、車道の上空を平面的に移動できるようした建物と一体化した構造物を指し、車道をまたいで越えることを前提とした横断歩道橋とは区別される場合が多い。車道を横断するというより、むしろ車道を挟んだ建物同士を連結するという意味合いで用いられる。 歴史的な歩行者専用の人道橋としては、パリのセーヌ川に架けられた芸術橋、ポンデザール、ポンデアーツなどがある。しかし、横断歩道橋は、ヨーロッパでは市街地の街並みに調和しないものと考えられており、設置例は多くはない。日本が交通渋滞緩和のために参考にしたとされる1960年、ローマオリンピックの横断道橋もあくまでも、 逸話期間中の仮設構造物であった。日本では安全性の観点から横断歩道橋が多く設置されている。日本の歩道橋は道路から通常470センチメートル以上開けて建造されている。歩行者の利用のみを考慮した階段状のものが主であったが、幅の狭いスロープをつけて自転車を押して渡れるようにしたもの、スロープのみのものもある。 現在設置されている横断歩道橋の大部分は交通事故が急増し始めた昭和40年代に建設されたもので当時は通学途中の児童等の安全確保のために重宝されたが道路横断のための負担を通行者に多く強いるものであることからバリアフリーの精神、交通弱者優先の精神に反する建造物であるとも言えるこのため一部では エスカレーターやエレベーターの設置も行われている。歩行者に負担を強いるため、道路をそのまま横断してしまう人の数が増えているという事例もある。その他にも、少子高齢化によって児童の数が減少したり、学校の統廃合で横断歩道橋のある道が通学路から外れるなど、児童の交通量が減少したこと、従来技術的にできなかった。 信号機による細かな制御が可能となったこと、また景観を損ねることなどから、老朽化を機械に撤去する自治体も増えてきている。茨城県日立市の国道245号にある水木歩道橋、河原の子歩道橋は、道市内にある日立製作所で製造された大型の発電機などの輸送の際に障害にならないよう、紹介式稼働橋となっている。なお、 神奈川県川崎市川崎区の国道132号にある四谷下町歩道橋も同構造だがすでに利用する工場はなく稼働することはない。道路法上は道路の付属物として道路の一部という扱いになっており、横断される側の道路の管理者が建設、管理を行う横断列機場に構造物が設置され、 周辺施設と一体化している六本木ヒルズ正面の66プラザは例外的な存在である。地域的に自動車交通量が多い大都市やその周辺地域に多く設置されていて、都道府県別では東京都、愛知県、神奈川県、埼玉県、大阪府、兵庫県と三大都市県が設置数の上位を占める。同様の趣旨で作られたものとして、 地下横断歩道、地下道がある。特に、日本海側の雪国では、路面の滑り防止や、吹雪対策のために、歩道橋に変えて、横断地下道の設置が検討されることがある。実際に、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県に設置されている地下横断歩道の、合計数は、同県の歩道橋の設置数よりも多く、2.6倍以上に、 当たる530箇所以上の地下横断歩道が設けられている。2013年、静岡県灰原郡に吉田町に歩道橋型の津波避難タワー2機、道路上では全国初のものが完成した。平時は一般的な横断歩道橋として活用されるという。日本では昭和30年代の高度経済成長期においてモータリゼーションが進展し、 自動車の保有台数が急増した。これに伴い交通事故による死者数が1万人を超え、交通戦争と呼ばれる状況に陥り、なおも死者数は増加する傾向にあった。交通弱者である歩行者を事故から守るために、歩行者と自動車の各々の交通を分離、歩車分離できる歩道橋が設置れるようになった。1959年、昭和34年6月27日、 愛知県西春海郡西辺和島町、現、清洲市に、日本で初めての歩道橋、学道専用立橋、西辺和島町横断歩道橋が設置された。名古屋市に隣接する西辺和島町は、当時全国有数の交通量があった、国道22号、現、県道名古屋祖父江線が、町の中心を貫いており、交通事故が、毎日のように発生し、 近隣の小学校と中学校への通学児童、生徒も自動車にはねられる事故に遭うことが少なくなかった。その対策として考案された、全国初の横断歩道橋が走行費320万円をかけて建設される運びとなった。当時は、歩道橋という用語はなく、学童専用立橋と名付けられ、鉄筋コンクリート製の横断歩道橋が完成した、時には町長を、 はじめ、全町民を挙げて、渡り染め式、学童専用立橋春光式も取り割れた。この西日和島町横断歩道橋は、春光から50年が経過した2010年、平成22年4月10日に、道路拡張と老朽化のため、市民ら1000人以上が参加して渡り納め式が催された後に取り壊さた。ただし、大和ハウス工業が建設して、 大阪市に寄贈した大阪駅前の歩道橋が日本初とみなされたことから同歩道橋が完成した1963年昭和38年4月25日にちなんで4月25日が歩道橋の日とさている日本に横断歩道橋が登場した当時自動車を優先した人間軽視の施設だとして苦情も続出したと言われる日本初の横断歩道橋 西日和島町横断歩道橋は、交通戦争と呼ばれた時代の中で、交通安全施設としての絶大な効果が評価されて、1962年、昭和37年頃から隣接する岐阜県の岐阜市や、その他の拡大都市でも歩道橋の建設が始まるに、至りた。東京都では、東京オリンピックを1964年、 昭和39年に開催することが決まった1959年、昭和34年、学童用語院、緑のおばさんを導入して、子どもたちの交通事故を防ごうとした。しかし、より安全な歩道橋を導入することになり、東京オリンピックの約1年前に当たる1963年、昭和38年9月10日、五反田駅前に、都内初の歩道橋が設置された。 また、西浦島町横断歩道橋が出現する3年前の1956年、昭和31年に、渋谷駅前に全長95メートル、幅8メートルの道路上をまたぐ歩道が完成しているが、駅舎から商業ビルとその近くの道までを連絡すると、目的として民間企業が建設したものであることから、日本の横断歩道橋第1号とはみなされていない。 横断歩道橋は交通事故防止のために大きく貢献してきたが身体障害者や高齢者に対して不自由なものであったことからバリアフリー化が叫ばれるようになった。1993年、平成5年、日本で最初のエレベーター付き横断歩道橋が神奈川県川崎市の国道15号第一京浜と市役所通りの交差点で誕生した。 58メートルと55メートルの2本の歩道が中央で交差するスクランブル方式でエレベーターを4基備えた横断歩道橋はハローブリッジと名付けられ福音7メートルとゆとりあるものである近年では高齢化社会を反映して大都市を中心にエレベーター付き歩道橋が普及するようになっている1960年代半ばから1970年代にかけての 大量加強時代には、自動車を優先する思想への批判や、日照検診害などを理由とする反対運動、住民訴訟もあった。このため、上部中央に広場やベンチを設けた、レンコン歩道橋、東京都板橋区のように、通行者の利便性や景観に配慮した歩道橋も一部に作られた。静岡県吉賀町の太平洋沿岸部では2012から2014年、 津波避難施設を兼ねた歩道橋が設けられた。横断歩道橋の総数は国と地方自治体の設置分を合わせると2012年時点で11,699橋。蒸気のような動きはあるものの、増える高齢者にとってエスカレーターやエレベーターがない歩道橋は横歩道に比べて上り下りの負担が大きい。このため老朽化した。 歩道橋を撤去して更新しない大量撤去時代に移っている。東京都だけで2018年までの20年間で100、橋を撤去した。歩道橋上部には転落防止のため策が設けられている。ただ2017年4月2日、埼玉県行田市本丸の行田市諏訪町歩道橋、市城跡、諏訪神社、行田市役所付近で、 柵の隙間を抜けたことが原因と見られる1.5歳女上の転落事故が発生している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。